生。あ、これ一人で喋っちゃってますね。テスト勉強する場所といえば、めちゃめちゃ学生時代のこと語ってますけど、完全にこれ一人ですよね。相手いないですよね。相手いないのに、ね、まだ1年も一人飲み続けてたらどうなるんですね。あー怖。はい、どうもポンポンです。今日はいつもと違う料理を食べたいなと思ってて、今サイゼリアを目指してます。サイゼリアでもセンベロが実現絶対できると思うんで、今日は楽しみに行きたいと思います。ただ一人サイゼは人生初でございます。はい、到着。みんな大好きサイゼリア。今日は大阪天王寺駅北口店のサイゼリアで食べ飲みしたいと思います。では行ってきます。グラスビールと辛味チキンとミラノ風ドリア。サイゼセンベロは初なんですけど、やっぱめっちゃ安いですね。ドリンクだけ紹介します。ワインとか、ワインが多いですね。あとは生やストロング、あとノンアルコールもあります。グラスワインも100円やん、どうしよう。まずビールがやってきました。今日はグラスビールの299円を注文したんですけど、店員さんのご厚意でジョッキでいただきました。ありがとうございます。このジョッキのサイズだと399円です。今日もサイゼリアからいきます。ご自宅で飲んでる方も一緒に飲みましょう。お疲れ様です。乾杯。今日はサイゼリアの中でも人気ナンバーワンの料理を2つ注文しました。辛味チキンとミラノ風ドリア。はあ、やってきました。めちゃめちゃ美味しそう。今日の注文した料理です。センベロセット、グラスワインと辛味チキン5本入りで299円です。安すぎる。そしてみんな大好きミラノ風ドリア299円です。このミートソースの輝き、あー、いい香りがする。早く食べたい。ここは熱いので触らないようにしましょう。じゃあミラノ風ドリアからいただいていきます。これ持ったらついやってしまう。じゃあいただいていきます。わあ、もう美味しそう。サイゼ久々ですね。熱々なんですよね。うん、美味しい。本当にサイゼリアって学生の時からずっと行ってるイメージなんですけど、もう変わらぬこの味ですね。滑らかな味、最高です。サイゼリアって全国にあるんですかね。今 Google 先生で調べたんですけど、サイゼリアは全国にはないみたいですね。大阪は86店舗あるんですけど、14都道府県にはまだないそうなので、ない都道府県にお住まいの方は旅行の時に絶対行ってください。ナンバーワンやわ。こういうからしフレークとかも置いてるみたいなんですよ。ここにも書いてて、グラタンドリアにかけてもいいそうなので、最後かけていただきます。うん、こりゃ食欲そそる味に大変身。ミラノ風ドリアだけでビールが空いてしまいました。これは追加のお酒ですね。グラスワインの白で、はい、追加しちゃいました。グラスワインの白だって100円ですよ。やっぱサイゼリアは早いですね、提供が。もうグラスワインが来ました。じゃあ2杯目もお疲れ様です。乾杯。
んだ時の白ワインと味が違う気がするんですけど、気のせいですかね。うん、白でめっちゃ飲みやすいです。危うくジュースも飲んでしまうかも。この辛味チキンをいただいていきます。いきますよ。うん、おいしい。週末の昼からサイゼリアでセンベロ、この言えない至福の時です。サラミチキン安いのに身が多いんですよ。ちょっとワインが面白く飲める飲み方がここに書いてあったので挑戦したいと思います。ワインと炭酸水を混ぜ合わせて飲んでいいそうです。炭酸水はちなみにドリンクバーを頼んでない方も無料で入れることができます。じゃあちょっとワイン残りちょっとなんですけど、ここに炭酸水を注いでいきます。じゃあワインにこの炭酸水を入れていきます。ワインがあとちょっとだったので少しだけ炭酸水を混ぜました。見てください、このシュワシュワ、うん、これはシャンパンみたいになってめっちゃ美味しいですね。100円で2つの味を楽しめます。ちなみにこのキッズメニューのシートがあるんですけど、これが間違い探しになってて大人でもマジで難しいんですよ。皆さんやってみてください。じゃあ2杯目最後です。美味しかったサイゼリアセンベロ完食です。さあいくらになったんでしょうか。今日はサイゼリア天王寺駅北口店に行ってきました。お酒2杯と料理2杯注文してお会計は997円でした。せんべろ大成功です。このせんべろセットマジでハマります。ぜひ皆さんも最高のせんべろセット頼んでみてください。今日もご視聴いただきましてありがとうございました。またよろしければチャンネル登録、高評価、コメントいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。一人サイズハマってまうな。